LMS パトリオット級蒸気機関車は、イギリスのロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道が導入した蒸気機関車の一形式である。ヘンリー・ファウラーが設計車輪配置4から6から0の急行旅客列車用機関車で、1930年から1934年までに52両が製造された。本形式は、LMS ロイヤル・スコット級蒸気機関車の大枠と、 LNWR クラウトン級蒸気機関車のボイラーを組み合わせて設計され、ベビースコットというニックネームがあった。1946年から1948年の間に合計18台が LMS イパトリオット級蒸気機関車に改造された。その後、改造を受けなかった車両はよく未改造パトリオット級と呼ばれていた。 残った未改造の34両の機関車は1960年から1962年に廃車された。最初の2両は1930年に1912年製の LNWR クラウトン9から改造され、大型ボス、ダブルラジアルボギートラック、及びその他の部品を備えた元の動輪を保持していた。続けて製造された50両うち40両は、 実態としては申請だったが、改造機として、資産ではなく損益勘定に参入できる、要、名目上クラウトオン級の改造とされた。最後の重量は、純粋な新造機として分類された。1946年から1949年に、かけて、18両が、LMS カイロイヤルスコット級蒸気機関車に基づき、スタニアニエイボイラー、キャブ、 およびテンダーが再改造された。7両はイギリス国鉄が残る45両のベビースコットを継承した1948年の初めまでに再改造された。1948年3月、イギリス国鉄は番号に4万を加算して、45,513、15から20、2から5、7、8、32から9、41から51に番号を付した。 その後、イギリス国鉄は別に11両を再改造したため、再改造された機関車は5512、14、21、23、25、32、34、36、45となった。本形式の最初の2両と名目上の改造機の最初の10両は、標準の部品ではなかったため再改造されなかった。一部の再改造機は LMS によって、 再改造されたため、イギリス国鉄は再改造機としての番号を与えなかった。5504ロイヤルシグナルズは1932年に建設され、もともとは LNWR のクロテンクラスの再構築として5987の番号が付けられていた。後に5504の番号が付け直され、1937年に命名され、最終的に br ナンバー45504になった。この状態でブロムスグローブで描かれている。1962年に再建されることなく、撤回された。ありがとうございます。